も必殺元木です。マサイ、シリク、ゼコ、ナオ。本日はフィールドフォースボールパークさんにやってきました。わあ、皆さん今まで野球企画みたいなのまあまあやってきたじゃないですか。確かに漫画多いよね、まあ、結構ナホ企画でバッティングから守備からいろいろ教えてきました。そうだね。ただ俺一個やってねえじゃんっていうのを思い出して、ピッチングってやってないのよ。俺なんか知んないけど、うん、ウームの企画で俺ピッチャーやれって言われる。あ、うん、俺野球の授業さえもほとんど出たことないのよ。おうピッチャーやるでしょ、うん、クソ遠いかも。マジ立ってみっと分かるけど、ちっちゃいんだよストライクゾーン。あのパワープロと同じじゃないよパワープロはね、パワープロの目線で見ると確かにでかいじゃん。パワープロカメラとこんぐらいの距離だけど、そうあれピッチャーに文句言いたくなるんで、入れろやって言いたくなるじゃん、うん、あっち側と違う。え、あ、ゲームとあれ感覚違う。全然違う。いや、なんとなく後ろに企画が見えてるけど、うん、俺今日もぞき正気かと思った距離で言うとマウンドからホームはね 18.4 メートルぐらい。なんかバッティングセンターのところであれさ、ストップカップ全然違うよね。あれね、近い。え、そうだったの。実際にちゃんと分かってるとこもあるけど、大体近い。まあ、というわけで、うん、こちら。いやー、いやこれすごいよ。これすごいよ。フィッシャーズの技術力よね。ねえ。フィッシャーズ専用ストラックアート作っていただきました。ありがとうございます。すごいわ、それはすごい。まあ、今日はこのストラックアートを使って何やりたいかというと、ストラックアウト9枚抜きってプロの選手が挑戦されてるところにまあまあ見かけるんですよ。あるある。そうだね。あれって素人がやってるところってあんま見たことない。まあないな。難易度が全然わからんのよ。ずっとやってれば誰か一人くらいいけんじゃないの。おー、俺この野球人生一度もない。見たこと、あ、見たことあるけど自分で抜いたこと一回までパーフェクト。マジか。9枚抜きってやっぱそのむずいんだ。いや、めっちゃ笑っちゃって無理なのみたいな。やった方がいい。そうだよ。どうして初心者の人がピッチャーやらないかっていうのは、うん、やったら分かると思う。これの場合はワンバンして入ってもストライクとか、ああ確かに、そういうラッキーは全然ある。2枚とか2枚抜きとかあるからね。確かに。ただ今までの野球企画と比べてかなりむずい。経験者から言わせてもらうと、強そうな気がするけどね。あのチャンス1回じゃないね今日は。まあそうだな。プロでも100球投げたら投げすぎなの。あおかしい。今日の撮影に関していろいろとあのナホと話したのよ。うん、したらナホがあることに気づいたの。もときさ、あ、撮影アップ入れてなくね。嘘。アップ入れたら。アップ入ってないね。そう。マジで予定にキャッチボールが入ってなくて、最初グローブなくていいよって言ってたから。そうや。こいつ肩壊しに来たんだよ。そんな来たら投げれるもんだと思ってた。いや、メンバーの肩壊しドッキリかと思ってた。いや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 、明日から全員こういう体勢だと思ってた。というわけで、ストラックアウト9枚抜けるまで終われません。やばーすげー。怖いこと言ってるよ、この人マジで。ガチでどんぐらい難しいかっていうと、ピッチングマシンあっちあるでしょ、はい、あれ持ってきても多分ギリギリよ。あれが投げたとしてもできない。あれもだいぶアバウトなの、まあ、でも一応ストライクゾーンに入るよね。なってるよ。機械でも結構難しい。そこは人間だから調整できるんじゃない。あ、こいつやばいよ。やばいやばい。まあまあ一回やってみましょうか。肩壊すといけないんで準備運動から。そうだね。まあ、よく言えたよ。俺も分からなかったからなんか勝手に肩壊れる感じだよ。無意識で肩壊されてます。そう。じゃあ行きましょう。はい。じゃあまずキャッチボールから行きます。相手を胸に投げる。胸。で取ってここに投げる。知らなかったわ、上にネットあったの。いや、でもいいかも。いいとこ行ってるんだけど、だいたいこの辺に入ってるんだよ。入れぞ。いいね。あやったやったくれ、556ないとダメだ。滑りが悪い、滑りが。いい球。あ、すっご
マジでいい、マジでいい。大事にして全力投球は1球もね。まあ、温まったということで、はい、行きましょうか。はい、1人1回12球ね。で、投げ切ったら交代。はい、わかりました。誰か1人でも9枚抜き切ったらクリア。とりあえず、やばそうだなと思って。オッケー、やっていきましょう。しゃあ、はい、気をつけ、ね、お願いします。お願いします。じゃあね、あのピッチングやっていくんでね。そういう声ね、そういう声ね。あのみんな集中していってね。はい、試合と同じだから。はい、集中していってね。はい、頑張ろうね。はい、はい、どう。はい、高架下で飲んでるんだから。誰か行くか。いや、でもまずは、企画しといて申し訳ないんだけど、うんだほが一番野球やってるから、うん、ちょっと上手な人に投げてみて。逆に最初に。最初にね。珍しいの。一人目うんだほで。マジで。お、ちょっと待って、あいつ何なんだよ。本当だ。あれはじゃバッターです。まれに当てないよ。はい。野球もそうだもんね。そうね。ストライクゾーン狙って。はい。やっていきましょう。わかりました。これマジでさ、クソ恥ずかしいな。ちょっとブルペン食いだもん。まず一個一個解決して。後ろからブルペンは国ではありません。国ではない。解決して。それアルペンです。アルペンね。はい。それメーカーの。アルペンね。はい。こちらご覧ください。僕の投げたのですねに入りました。連鎖すんなよ。失礼しました。忙しかったね。忙しいわ。だからあのグルペンは国じゃないから。こっちこっちそれはこっちだけど。それではストラックアウト9枚抜けるまで終われません。スタート。いきます。頑張れ。やばいな。あ、まずい。やばい、やばい、やばい。パーフェクトでしょ。いや、これやばいよ。言ってることやばいって言ってもね、わかると思う。おい、おい、おい、すごい。いけー、あるよ。これはでかい。一気にちょっとテンション上がった。頑張りやすいです。あれはじゃあ、まだ すんな。
あっ、惜しい。あっ、あっ、あっ、入った。1番だー、知れて4番ー、
サイドだな。もともとあるかのようになんかコールみたいになってた。流行ったらどうすんだよそれ。うわー、きれいきれい。三の男ウォークです。ウォーク、またウォーク、またウォークですね。またウォーク、直接うんって言われちゃうとね。野球の時ピッチャーにやつとかうんみたいな雰囲気のさ、案外聞くか。聞くね、聞く。
球目でバーン抜いた最強よ。いや、綺麗に終わりて。いや、惜しい。さあ、だがしかしまだまだ終わりません。101球目。ここまでそれでトップ登れてきてるんだよ。ここでも決めよう。いいよ、シュージー。わあ、ようやくようやく、よっしゃー、あと1枚、はい、いただきます。以上、お疲れ様でした。お疲れ。ありがとう。お疲れ。Oh my God.